皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。突然ですけども、皆さんレンズって曇ったことありますか？星を撮ってる人はね、曇った経験ってあると思うんですけど、そのレンズの曇りを撮る対策として、まあ、このですね、レンズヒーターってやつがあるんですよね。でこのヒーターっていう名称のせいか、レンズは冬に曇る、寒い時に曇るっていう風に考えてらっしゃる方すごく多いと思うんですよ。それはですね、めちゃめちゃ間違ってるんですね。なので、そういった間違ったイメージを持ってる方、非常に今日の動画は参考になると思います。今日は、その星空撮影の大敵ともいえですね、レンズ曇り結露、なぜレンズが曇るのかというメカニズムと、それからレンズヒーターについて、いろいろおすすめ商品を紹介したいと思います。星撮ったことあるけどレンズ曇ったことないよって方はいらっしゃるかもしれないので、一応作例をお出しすると、まあ、本当はこういう風に撮れるやつがこうなっちゃうと、もう最悪ですよ。このカメラのレンズのですね、この前玉の部分、空気に触れてるここが撮影中にですね、真っ白になっちゃう、まあ、曇っちゃうんですよ。よく車運転してたらだんだんフロントガラス曇ってきたりするじゃないですか。うん、あれと同じですよね。お風呂に入ってメガネかけたままお風呂に入ったらメガネが曇るのと同じで、ここが曇るんですよ。でこれ比較明合成とか星を線にするね、比較明合成とかタイムラプスとか、ちょっと長い時間撮影するやつで起こるともう最悪ですね。だんだん曇っていくタイムラプスを撮れちゃうんです。まあこういう感じです。だんだん曇っていくタイムラプス、もう切なすぎますねこれはね、ほんとね。うん、でこれの対策としてレンズヒーターっていうのがあるんですね。でこのレンズヒーターっていう名称のせいか、寒い時に使うとイメージを持ってる方が多いんですけど、まあそれは間違っててですね、年がら年中使います。もう夏でも冬でも秋でも冬でも、暑かろうが寒かろうがレンズって曇ります。でさっきのお風呂に入ったらメガネが曇るっていうのが同じ状況なんで、同じ環境なんですよね。要は湿度が問題なんですよ。温度じゃなくて空気中の水分、1度でも低いところにこう吸着します。つまりこのレンズの前玉が外気温よりもちょっとでも冷たくなると、こっちに水分がいっちゃうんですよ。これがレンズ曇りのメカニズムなんです。で、対策は、もう、風を送って水分を飛ばすか、レンズを温めるか、しかないんですね。で、風を送るっていうのは、まあ、その扇風機の大きさにもよるんですけど、基本的には、ま、延命措置ですよね。いずれ曇ります。で、レンズを温めるっていうのが一番効果的ですよってことで、まあ、レンズヒーターっていう代物があるわけですよ。このレンズヒーターですけども、もう値段もいろいろなものがあって、でこの布のタイプとこの電熱線のタイプと、2種類大きく分けてあるんですね。まあ、それぞれの特徴を話しながら実際にこれ取り付け方をお伝えしたいと思います。はい、じゃあ実際につけるところをお見せしたいと思います。で巻き方なんですけど、どこに巻くのが一番いいですかって結構聞かれるんですが、この要はレンズの前玉が温まればいいので、このレンズの前玉、フードの根元って感じですねの付近にこういう風に巻くのがいいです。でこの時に注意なのが、あまりこうキワキワにやるとですね、端がね映っちゃうんだ、蹴られちゃうんですよ。だからあまりギリギリ、そのレンズフード巻いたらちゃんと蹴られがないかどうかをチェックしてみてください。で、レンズフードはですね、つけるかつけないかだったら、つけておいた方がいいです。レンズフードをつけるだけで、曇り止め防止の効果があります。ただですね、注意が1個あってですね、メタルフードの方がプラスチックのフードよりも熱伝導率が高いです。これメタルフードね。で、このメタルフードの方が熱伝導率が高いので、レンズヒーターを巻いてないとこっちの方が早々と冷えてしまいますので、ここ注意ですね。プラスチックのフードの方が熱伝導率が悪いので、
曇りにくいんですけども、レンズヒーターを巻いた時にベストなのは、まあ、メタルフードっていうことになります。レンズヒーター巻いてればどっちにしても効果的に温められるので、フードのその材質の特性の話であって、メタルだからダメ、プラスチックだからダメっていうことではないので、豆知識として押さえておいてください。布製のレンズヒーターだと、どうしてもそのフードの根元にね、巻きづらい時があるんですよ。巻きづらい時があります。で、ピントリングに被ったりすることがあるので、ピントを固定したら、ちゃんとテープで貼ってね、ピントがずれないようにしておいてください。でこの状態だと、まあ、フードの根元っていうか、レンズの先端を効率的に温められないなって気になる方はですね、こういう布のタイプではなくて、こっちの電熱線のタイプがおすすめなんですね。この電熱線のタイプは、こういうふうにですね、まあ、なんか二重に束ねてですね、ここの溝にスポッと入るように取り付けて、下からキュッと締めるというような感じで使います。まあ、こうすることで、本当にレンズの、レンズフードの根元、レンズの前玉を効率的に温められますよっていうのが、この電熱線のタイプなんですね。布製のタイプと違って、電熱線のタイプっていうのは、その熱の保温効果っていうんですかね。これ、外に逃げますから、熱が。あまり高くないものがあります。まあ、そういう場合は、この上からまたもう一個なんかタオルとか巻いてね、保温効果を高めてくださいっていうのがありますね。まあ、そういうのが必要ないぐらい熱くなるっていうレンズヒーターもあるんですけども、それは、やっぱりちょっと値段がね、上がってくるんですね。ただ、まあ、それがベストっちゃベストなんですよね。で、あとは、これに、こういう、モバイルバッテリーを、挿すと、いう感じですね。で、最近のモバイルバッテリー、1アンペアとか2アンペアとか3アンペアとか、こう、出力大きいやつあるじゃないですか。最近のモバイルバッテリーって、まあ、優秀らしくて、まあ、挿した時点でなんかそういうのを選んでくれるらしいんですけど、そうじゃないやつの場合は、まあ、過剰にこう電流が流れるというかね、ことになってしまうそうです。で、まあ、そうすると、もちろん発熱する量が増えて、どんどん熱くなるんですけども、ヒューズが飛んじゃうんだって。だから、基本的には、2アンペアとか3アンペアとか刺さないで1アンペアで使った方がいいみたいですね。で、あるあるがですね、これ、モバイルバッテリーつけたら、あれ?どこに、これどうすんの?って話になります。なので、まあ、巾着に入れてぶら下げたりとか、あと私のおすすめはですね、これですね、スリックさんで、三脚グリップレリーズホルダーっていうものがございます。まあ、これをここに巻いて、で、これがレリーズホルダーなんですけども、ここのところが結構ゴムバンドになってるんで、まあ、こうやって、こうやってモバイルバッテリー挟めたりとか、あと、ここにですね、こう、100均で、このマジックテープを買ってくると、ここにペトッとこうつけて、固定するっていうこともできます。あと、他のものだと、これですね、自転車用のスマホホルダーなんですけど、これを使って、まあ、こんな感じでね、スマホホルダーを、まあ、ここに巻きつけると。いうような方法も取れると思います。で、まあ、細かいこと言うとですね、こう、端子を上に向けると、まあ、こう、なんですかね、梅雨がここについて、中に水分が入ってショートするっていう、今までそんな経験ないですけど、可能性としてはあるんで、まあ、反対につけるっていうのが、まあ、無難なんでしょうね。うん。で、あと、あるあるがですね、まあ、一個注意が必要なのが、フィルター取り付けた時ですね。フィルターだけ曇るっていう時があるんですよ。そういう時は、こういう電熱線のタイプの方が結構使いやすくて、ここでフィルターのところをピンポイントで巻くっていうのが、とても効果的だと思います。まあ、レンズヒーターといってもいろんな種類があるんで、まあ、私が使った経験のあるやつで、どんなのがいいのかなっていうおすすめをご紹介しようと思います。まずですね、最初今持ってないよって人は、Amazon で安いの買っちゃっていいと思います。まあ、こういうやつですね。こういうタイプ。で、すごい分厚いやつあるじゃないですか。あれは、めちゃめちゃおすすめしないです。レンズは温めたいんですけど、ボディは冷やしたいんですよ。だボディにまで熱が行くと、その熱ノイズが増えるんで、あんまり分厚いのは、おすすめしないです。まあ、小さいレンズに
負けないとかもあるしね。だからまあなるべく細めのやつがおすすめなんですけど、まあ、これちょっと概要欄にリンク先貼っておきますが、まあ、これがマジックテープでこうやってつける、ちょっとまあ巻きやすいかというとそんな巻きやすくはないレンズヒーターなんですけど、まあこれのいいところはですね、この温度の調整がついてて、めちゃめちゃ熱くしたりとか熱くなくしたりとかっていう温度調整ができるんですよ。温度を高く設定すれば、まあ、湿度の高い日でもレンズ曇りが取れやすくなるし、そんなに、まあ、今日曇らないけどとりあえず巻いとこうかなぐらいだったら温度低く設定しておけばその電池の持ちがね良くなるんで、まあ、そういうことができるヒーターがありますんで、どれ買っていいかなって分かんない人はまあこれ買っておくといいと思います。電熱線タイプで最初におすすめするのはこのアストロアーサのレンズヒーターですね。これ EL と EH と2種類あって、温度が低いか高いかの違いです。で、まあ高い方がおすすめですね、万が一のことも考えて。メーカーさんではこの電熱線のを巻いた後でその保温用のタオルを巻いてくださいっていう風に推奨されてるので、まあ、ちょっとレンズが曇りやすいなって感じた時はこの上にまあタオルを巻くっていうのがまあ必要になってくると思います。でちょっとインターネットで買うのが怖いなっていう方は、まあ、どこにでも売ってるレンズヒーターってことで、このビクセンのレンズヒーター360、これ2ですけど、今3型になってるのかな、レンズヒーター3があります、まあ、これはすごく細いですし、そのマジックテープのやつだと特定のとこしかくっつけないっていう、まあ、これはこの布が特徴的でどこでもこう貼り付けられるんで、こう端と端でこういう風に巻くってこともできますんで、まあ、あらゆるサイズのレンズヒーターに巻けるっていうのが特徴ですね。でこの線が断線しない作りになってます。寒冷地だとこれがね凍ってねパキッていくんですよ。 Amazon で買えるような安いやつはその辺はちゃんとしてないです。この線が凍ってパキッと折れるっていうことがまあ起こると思いますけど、このビクセンのヒーターはそれがないです。ただですね、温度そんなに高くならないですし、温度調整もねこれできないので、まあ、これちょっと高いんですけどね、1万円ぐらいして、うん、ネットで買い物するのがちょっと苦手だなっていう人は、だいたいそのヨドバシさんとかビッグカメラさんとか行くと、まあ、これが置いてますんで、どこでも手に入るレンズヒーターということでご紹介したいと思います。それからですね、私が今愛用しているレンズヒーターをご紹介すると、これですね、電熱線タイプを私使ってまして、これレンズヒーター事務局さんというところで作っている USB レンズヒーターって言ったんですけど、最初に言っておきますけど、これちょっと値段が高いです。ただまあこれが一番いいとは思うので、ちょっとハイレベル志向の方はこれをおすすめしておきます。まあ保温のために上から何かを巻いてくださいっていうのが必要のないレンズヒーターです。めちゃめちゃ熱くなります。まあ、単品でこれ使うとすんごい熱くなるんですけど、電池の持ちがちょっと悪いんですね。どんぐらい持つんだろう、フル充電の1万ミリアンペアの電池使って4時間ぐらいかな、ちょっとこれ私の所感ですけど。で、これ別売りでですね、温度調整のやつがついてて、これを使うと、温度調整ができるようになって、電池が長持ちさせるっていうことができます。このレンズヒーターをおすすめする理由としては、最近の日本ってすごいね、温暖化が進んで暑いじゃないですか。で、夏の湿度とか半端なく高いんですよ。それこそ海行った時に、前はこんなことなかったんですけど、髪の毛が濡れるんですよね。髪の毛がびしょびしょになるぐらい濡れるんですよ。そういう時ってこういうレンズヒーターを2個とか巻くんですけど、そうするとこういう太いやつ使うと、さっき言いましたけどね、ボディの方まで熱が伝わっちゃうんですよね。で、熱ノイズが無駄に増えるっていうことが起こったりするので、まあ、ピンポイントでレンズの先端だけ温めたいんですよね。あとその海沿いじゃなくて山間部、その、雲海が出るような山間部だったりとか、あと霧氷がつくような場所とか、まあ、ちょっとした霧がかった風景を撮るとかね、まあ、そういう時だとやっぱりレンズって曇りにやすいので、そういう過剰な湿度の中でレンズ曇りを撮れるっていうのは、多分今世の中ではこれだけなのかなと、売ってるやつの中ではね、かなと思います。で、USB レンズヒーター事務局さんのその YouTube チャンネルがあって、その YouTube チャンネルの中ですごい動画があるんですよ。普通レンズが曇ったらなかなかレンズヒーター巻いても曇りで撮れないんですけど、これはですね、レンズが曇ってから巻いても
短い時間でレンズ曇りが解消するぐらい熱くなるっていう商品だったんですよね。これはいいなと思って最近愛用してるやつです。まあ、これ値段はすごく、値段はちょっと高いですけど、まあ、非常に、間違いのない商品だとは思うので、ちょっと上級者志向の方はこれをおすすめします。はい、いかがでしたでしょうか。レンズヒーター、レンズ曇りについての知識をご紹介いたしました。これを理解しておくとだいぶね、星空撮影楽になりますし、まあ、レンズが曇って撮れないっていう失敗がなくなりますから、ぜひねお役立ていただければなと思います。それでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。